インターネット安曇野の平林昇です。今回はですね、結衣についてお話をさせていただきたいと思います。まあ、結衣の結衣ですね。The United People of the World。まあ、この人のつながり方。まあ、ここにですね、安曇野にこう一つこう知恵があって、これをまあ結衣っていうわけなんです。まあ、方言で言うと、えいとかですね、ええってこう言うんですけど、まあ、この内容っていうのはですね、いわゆる地域のこう大きな信頼感の中でですね、いわゆるこのお裾分けとかですね、お互い様だ、おかげさまだってこういう暮らしであったりですね、この仕事の仕方、まあ、こういう知恵があったわけなんですね。で、結果として、いわゆる大きなお金をかけずにですね、こう仕事ができてきた。結果として、まあ、ストックっていうのか、家屋敷っていうものはですね、ある規模を持って蔵が建ち、屋敷があり、母屋があり、まあ、今のこう安曇野のこう原風景にあたる、いわゆるその、まあ、一つの大きな働き方っていうか、この思想、暮らし方っていう中にですね、いわゆるこういういわゆる暮らし方があったってことなんですね。これをですね、もう一度こうしっかりこう勉強するっていうのか、学び直そうっていうことなんですね。このことからもう一度、このある意味この安曇野の復興っていうのか、今なかなかこの農業でも食べられない、商店主としてもなかなか大型店と起こして戦っていけない。だからこう、まあ近隣の、まあ、都市のですね、まあサラリーマンになる、食えるサラリーマンだったらいいんだけど、なかなかっていうのが今の置かれてるこう、まあ働き手っていうことかと思うんですね。だからもう一度ですね、この個人事業主っていうのか、自作農っていうのか、いわゆる人に使われなく、自分でこの安曇野に根を張ってですね、いわゆる生きていく、まあこういう人たちがですね、安曇野に増えなければいけないってことなんですね。この一番のその土壌にあたるものが、いわゆるこの共同体の精神にあたるこの結衣、ここのところにもう一回ですね、学び直して、お互い様、どうせ物を買うんだったらあの人からとかですね、あるいは一緒に仕事をしながら、いわゆる一人でできないことはこのいわゆる共同体だ、ネットワークだっていうことでですね、いわゆるこの人間のこの知恵っていうものをもう一回ここで再編成するってことなんですね。今どっちかっていうとこう個人主義とかですね、そういう方向で、いわゆるまあ法律ってはここにあるわけなんですが、どうしても個々っていうものの主張が強くて、いわゆるその全体でいろんなことをこういわゆるクリアしていこうっていう思想っていうのがこう飛ぼってきたっていうことなんですね。ですから、もう一度ですね、この安曇野の復興ってことを考えた時に、この結衣っていう概念と同時にですね、インターネット、これはネットワークの概念なんですね。自立して共生する。で、自分のいわゆる仕事は自分でする。で、自分で仕入れた情報の中で自分でお金にならないものは自分のいわゆるネットワークにシェアしていく、いわゆるシェアリング、いわゆるエコノミーですね。こういう時代になってるわけなんですね。ですから、従来ある安曇野の暮らし方とですね、それから現在のこの、まあ、ネットワーク、結衣っていうものをですね、もう一度ここでドッキングをして、安曇野をもう一回こう豊かなこうふるさとにこう戻そうっていうですね、まあこういうお話なんです。